さんこんにちは。釣りが生きがいのおーちゃんです。本日ですね、2021年3月13日北海道島牧村の海岸にやってきております。天候はですね、曇り、風は東側、体感1メートルくらいですね。まずまずのコンディションです。タックル紹介していきます。ロットがですね、ダイワスカイキャスター1本、シマのスピンパワー2本、鉛負荷がですね35号クラスを用意しました。リールですね、3台ともシマのパワーエロスピンパワーを用意しました。糸はですね、3台とも P ライン35を巻いております。仕掛けの紹介していきます。今回ですね、ステイト仕様の親針、孫針付きの胴付きタイプになっております。今回狙う魚はですね、走りの大型ソイです。大型のソイ狙いってことでですね、大きい針、大きい餌で狙っていきたいと思います。ミキドですね、ナイロン14号、ハリスナイロン8号を巻いております。針の紹介していきます。針がですね、親針がソイ針の20号ですね、強気設定です。孫針はソイ針の18号を使用しております。クワセイサーの紹介していきます。クワセイサーがですね、スーパーで購入したイカですね。ヒレから親針を刺してですね、胴から針を出していきます。こんな感じですね。はい、孫針ですね。孫針はですね、目と目の間から刺して縫うように胴から出していきます。はい、こんな感じですね。次に大ナゴですね。冷凍の大ナゴです。親針をですね、頭から刺して孫針を尻尾の付け根から出していきます。こんな感じですね。その他根魚の上の餌紹介していきます。今回ですね、ソウダガツオの切り身、塩サバの切り身用意しました。 1.5 センチ幅くらいですね、短冊にしてですね、皮の方から刺して身の方からこんな風に出していきます。はい、こんな感じですね。はい、こちらホッキ貝の切り身ですね。うろつきのまま短冊にしています。縫うようにこんな風に針に刺していきます。餌の付け方ですね、いろんな付け方あると思います。私はこんな風に使用しています。それでは大型のソイ狙って実調開始です。深いですね。深いですね。Thank you.
れた。油っこ。うん、溶けた油っこ。砂島で取って届いてるか分かんないですけど、ちょっとまあ投げてみてですね、はいはい、餌は何ですか。餌はサバとホッキー、アイガケ、アイガケじゃないか、段サバリだから1個ずつか。よし、